やっぱり違います。リモート他社、うん、ダブルネームとして作成させていただいたもので、そもそもこのコラボできてるのがやばいってことですよね。そうですね、いいよね、かっこいいね、欲しい。こんにちは、ノピューのグアルタルのエンドです。本日も素敵なゲストに来ていただいてます。小井さんとノア君です。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。これは何、かわいい。、うん、今日はですね、2024年春夏ゴルフの小物を、お、珍しい、紹介したいなと思って、この二方にもちょっと新作の一応ゴルフウェアを着てもらってます。今日着てる商品は後日、まあ、紹介させてもらえたらなと思うんですけど、今日はですね、ちょっとまあその小物を紹介したいと思います。こちらですね、リモンタナイロン、まあ、リモンタって言ったらね、まあ、ナイロンで、うん、知らない人はいないんじゃないかな。リモンタ社に別注かけまして、うちのゴルフのロゴ 113G をですね、ジャガード折りにしたナイロン素材を使った小物シリーズを紹介したいと思います。まず小石さんが撮ってるリュックですね、ゴルフの時でも普段使いもできる、量も荷物も入るんで使えるかなっていう。どうですか小石さん、これ助かるね、助かる、肩からなんか落ちないみたいなのなってるからすごい便利。パッドポーンの方が最初のポーンじゃない、軽そうだね、うん、軽い。ちょっと交換していい、それ触っていい、はい、いいよね、かっこいいね、欲しい。もう一方、ボストンバッグ。僕年だったらボストンバッグがあってる、うん、ヤングだったらそっち、メイビーメイビー。ゴルフだけじゃなくて普段も使ってもらえるベーシックな形、まあ、リュックとボストンで、あとはゴルフなんで、じゃあキャディバッグも一応作りがあるんですけど、逆だな、こいつ、あ、こっちだな。あの普段は結構重いから、うん、あの持っていけないんだけど、うん、これ軽いからこれから持つかもしれないね、普段からね、はい、うん、はい、ちょっと大丈夫、顔は赤くなってない、大丈夫、なってない、はい、なってない、あ、よかった、スタンドタイプのキャディバッグになります。価格がですね、キャディバッグこちらが25万円プラス税、ノア君が持っているボストンバッグ12万円にプラスタックス、リュックが14万に消費税。ご用意できなかったんですけど、この他にダブルファスナーのカートバッグの一応展開があって4万5000円の消費税になります。価格はちょっと高いんですけど、やっぱ素材生地がめちゃくちゃいいんで、ね、違いますね。そうなんですよ、やっぱり違います、リモンタ社、うんうん、であとはこいつですね、あ、こいつです、うん、最初に出てきた、そうです、最初ヘッドカバーなんですよ。あ、はい、ヘッドカバーヘッドカバードライバーの一応ヘッドカバー、ああ、あ、ほんと、上につける、そう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 、ああ、あ、ほんと、軽い、高そう、でもこれ、いや、そう、これはですね、実はあのモンジーっていうハンドメイドで一個一個手作りで作ってるヘッドカバーのブランドさんにお願いしまして、うん、ダブルネームとして作成させていただいたもので、そう、中にドライバーすごい大事なやつに、そうそうそう、それ入れていく、すっごいなんか柔らかい、見た目だけじゃなくて、うんうんうん、実はね、もう人柄あるんですよ、ノア君、見た目じゃないよね、あ、ロゴは違うですね、そうなんですよ、ノア君が持っている、うん、ウノピューのオガルタレストレートロゴと、うちの 113G 柄の下柄、うんうん、まあ、これなんかはもう全部セットで、うん、こっちのストレートロゴも今後一応キャディバッグとかも展開する予定にはなってます、うん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 、で、フェアウェイウッド、はいはいはい、ユーティリティ、柄違いであるんですね、そう、柄違いでこんな感じです、そうです、そうです、そうです、これ放送される頃にはもう発売終わってんじゃねえかなと思うんですけど、限定5セット、5、うん、5セット、うん、3個で1セット、これで5セット、向こう、そう、どっちかが2と3とかさ、そう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 、まさかもう5個しかないってこれ、そう、セット5個しかないって、5個のセット、最近僕なんか他に友達なんかすごいクラブなんか高い言ってたの、うん、なんか何千万みたいなクラブある、わかんない僕もわかんないけどすごいんですよこれ、1セット55万え？プラスタックス、1本だったら100万だったら安くない、まあまあ、これなんかもう盛りたいでしょ、ヴィンテージの古着とか、うんうん、昔のほんとなんかバスケットボールのユニフォームとか1点ずつ柄を組み合わせて作ったり、うんうんうん、面白いっすね、そうなんですよ、モチーフはロバになってて、うんうんうん、なんでまあドライバーはロバっていう、うんうん、はい、なかなか手に入らない、うん、手に入れるよ、手は入るね、買えないってことまた調子にできるね、そう、限定5セットやばいな5セットしかないそう、赤いカバーあったらこれ欲しい、うんうんうん、シリアル番号入ってるの、これ
直筆サインが入ってるでしょ。あ、入ってる。すげえ。そもそもこのコラボできてるのがやばいってことですね。いやそうですね、そうなんですよ。いや今日は、はい、こんな感じの珍しい感じで、はい、リモートナイロンの小物のゴルフグッズの紹介でした、はい、こいつはいないかもしれないですけど、うんうんうん、リュックとボストンキャディバッグ、あとまあダブルファスナーのポーチですね、うんうん、は、店頭に置いてありますので、うんうんうん、ぜひぜひ見に来ていただいてです、ウェブの方でも展開はしてるんで、うんうん、ぜひチェックしていただけたらなと思います、まあ、これからあのゴルフシーズン始まりますね、新しいバッグ揃えてもらえたらなと思います、うんうん、5月28日ゴルフコンペ第13回かな、ちょっともう枠は満杯です。でキャンセル待ちも出てる感じなんですが、参加できる方はですね、ちょっと新しいものを、まあ、一式用意して参加していただけたらなと思います。これ来る人いるかもしれない、こういう人のヘッドカバーもね、ヘッドカバーいるかもしれない、うん、ねえやばいっすね、うん、これすごいかっこいい、いいものぜひねみんな買ってほしいよね、はい、うん、じゃあそんな感じでよろしくお願いします。すいません、楽しみにしましょう、はい、お待ちしてます、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。